もうちょいやねんけどね。エゾゼミ狙いに、ミヤマクワガタ。邪魔ね、この前衛芸術。ああ、ブユか、ブユ。ああ、やめて、ほんまに。はい。仙人さんのカメラと日暮らしもうちょいやねんけどね、動いてんねんけど。仙人の撮影の裏側街頭巡りしててご飯ちゃんがなんと入り表日暮らし入り表ですよここは入り表ですよここはなんちゃって。でもすごく嬉しいです、日暮らしゲットしてくれました。重くそ阪神です重くそ阪神です。ミヤマクワガタ、ミヤマゲット、ミヤマゲット。おー、でもちっちゃいな、サイズはなんかすごいちっちゃい。怒ってる、怒ってる。こんなもんだ。動画撮った？動画撮ってる今。かっこいいね。ねえ、でもちっちゃい。70とか欲しいな。でもやっぱりスマトラごはんくんが我が家に来たらなんとアブラゼミが泣き出しました。やはりセミマンスターが来るとセミ泣くんですね。すげえ。あ、待って、あ、うん、なんか言った方がいい、なんか言える、あ、泣きやみそうよ。ダメない、ダメないです。